アンネ・フランクと共に、オランダのアムステルダム市のプリンセン・フラハと263番地の隠れ家に暮らしていたユダヤ系ドイツ人の少年。アンネの恋人だった。アンネは、日記の上では、ペーター・ファンペルスをアルフレート・ファンダーンと記述している。1926年11月8日、ユダヤ系ドイツ人のヘルマン・ファンペルスとアウグステ・ファンペルス夫妻の長男として、 ドイツ中部オスナブリュックに生まれた。父ヘルマンは、ソーセージの香辛料の家業を手掛ける実業家だった。1933年に反ユダヤ主義、政党国家社会主義ドイツ労働者党が政権を獲得すると、ドイツで反ユダヤ主義が高まり、ナチ党のユダヤ人商店ボイコット運動によって、父の家業も売却を迫られた。 ファンペルス一家は1937年6月にオランダのアムステルダムへと亡命。父ヘルマンは同じくドイツから亡命していたユダヤ系ドイツ人実業家、オットー・フランクと協力してスパイス製造業者ペクタコン社を立ち上げた。ファンペルス一家ははじめビスボスストラート59番地のアパートで暮らしていたが1939年からは フランク家の住居の近くであるザイデルアムステルラーン34番地のアパートで暮らすようになった。隠れ家生活に入る前のペーターについて、父ヘルマンのいとこにあたるベルテルヘスは、ペーターには何度もあった。おばのヘニーや祖父に会いに来てくれたから、とびきり気立ての良い子で、おまけに打ち気、恐ろしく、打ち気だった。非常に手先が器用で、しょっちゅう、ヘニーのところへ行っては、 何かちょっとした手仕事、大工仕事、そういったものを引き受けていた。もともと口数は多くなかったと解雇している。ファンペルス一家の親戚はほとんどアメリカに亡命しており、ファンペルス一家も将来的にはアメリカに亡命する予定だった。1939年にはその申請書を提出しているが、第二次世界大戦が始まったことで、アメリカ大使館から、 無期限延期を通告された。第二次世界大戦が始まると、オランダもドイツ軍に占領され、再びファンペルス家に危険が迫ってきた。フランク一家と一緒に、アムステルダム市の隠れ家に入ることとなった。フランク一家は1942年7月6日に、ペーターのファンペルス一家は1942年7月13日に、それぞれ隠れ家に入っている。 隠れ家での2年にわたるフランク家との共同生活の中でペーターはフランク家の次女アンネ・フランクと恋仲になる。アンネの日記にペーターのことが書かれるのは1942年8月14日付の記述が最初である。しかしこの時アンネはペーターについてグズでハニカミ屋で不器用、面白い遊び相手にはなりそうにありませんなどと書いており第一印象は かなり悪かったようだ。またそれ以降もしばしば彼を相手にする人はいませんなどと冷たい書き方をしている。しかし1944年に入った頃からアンネはペーターと一緒に過ごすことが多くなり日記も彼に関する記述が増えていく。彼を表す表現も 人一倍打ち気などと優しくなり、さらに2月半ば頃からはペーターを本格的に異性として意識する記述が増えていく。2月27日付の記述では、朝早くから夜遅くまで、ペーターのことを考えるばかりで他のことは手につきません。寝るときは、彼の面影をまぶたに描きながら眠り、彼のことを夢に見、目を覚ましたときにも彼が私を見つめているのを感じます。 私の良識なるものが、いつまでこの強い憧れを抑えておけるものか自分でも分かりませんと書かれている。そして1944年4月16日付の記述ではペーターからアンネに初めてキスがあったことが書かれている。さらに二人が性的なことに関心を持っていると思われるような記述も参見されるようになる。 アンネとペーターの関係は二人の両親はじめ他の隠れ家メンバーにも公然となっていたようだ。しかし1944年8月4日、アンネとペーターの関係は唐突に終わりを告げた。カール・ヨーゼフ・ジルバーバウアー親衛隊総長率いる SD ユダヤ人家の警官隊がアンネたちの隠れ家に踏み込んだためであった。ペーターとアンネは家族諸共親衛隊に拘束された。 ベステルボルク通過収容所を経て、9月5月から6日の夜に、隠れ家の全員が、アウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送られた。到着後、ペーターの父ヘルマンが、ガス室送りとなった。一方ペーターは、アウシュビッツに収容され続けていたが、ソ連軍がアウシュビッツに迫る1945年1月16日に、オーストリア・マウトハウゼン強制収容所へ、 死の行進と呼ばれる徒歩の移動をさせられるグループの一つに入れられた。この長旅には何とか生き抜いたが結局到着先のマウトハウゼン強制収容所で死亡した。赤十字社報告によるとペーターが死んだのは1945年5月5日だったという。これはマウトハウゼン収容所がアメリカ軍によって解放される3日前のことであった。 なお恋人のアンネは、1945年3月頃に、不衛生なベルゲンベルゼン強制収容所において、チフスにより先立っていた。ありがとうございます。